こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人のサイズ選びを徹底的にですね、皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。皆さんもですね、きっとお悩みだと思うんですね。自分にはどんなサイズが適正なんだろうとか、今着てるサイズというのは時代の雰囲気に合ってるのかどうか、このあたりはですね、なかなか自分では判断がしづらいところかなと思ってるんですね。まあ、ファッションにおいてサイズ選びというのはものすごく重要なんですけども、これはなぜかというと、サイズ選びというのはですね、時代によって緩やかに変化するからなんですね。僕はこれまで数冊本を執筆しているんですけども、僕がですね、一番最初に書いた本、今から6、7年ぐらい前に出版されているかなと思うんですが、その頃、なるべくですね、ベーシックで長く使えるような内容をですね、意識しながら書いたんですが、ただ、今ですね、改めて読み返してみると、やっぱりですね、定番的な内容であっても、少しずつ変化しているので、今の時代とちょっとずつ合わなくなっているところもあるんですね。特にこのサイズ感というものは時代によって変化をするので、このあたりについて今回はですね、徹底的に解説をしていきたいなと思っています。しかもサイズ感というのはですね、人によって正解がそれぞれ異なるんですね。あとは年代によっても変わってくるので、このあたりをですね、なるべく皆さんに理解していただきやすいように、得意のホワイトボードを持ってきましたので、こちらを見ながら今回は解説をしてみたいなというふうに思っています。はい、皆さんに見ていただきたいこちらのですね、ホワイトボードなんですが、まずはですね、横軸を見ていただきたいなと思うんですが、こちらの方にタイトと書いてありまして、逆側にはワイドという形で位置づけをしています。そしてその中間にはですね、ジャストということで、まあ、これはですね、サイズ感の特徴を示しているんですけども、一番ベーシック、ド定番とされているのはジャストサイズ。これで間違いがないかなと思っていまして、一方でこちら、タイトシルエットというのは、これはですね、今ではすっかりと定番化しているんですが、長らくですね、トレンドの中心にいて、それが根付いて今では定番化しているという形です。最新のサイズ感はこのタイトというわけではないんですね。かつてはこのタイトというのがめちゃくちゃ鮮度があったんですが、今では定番的な立ち位置です。そして今現在のサイズ感の旬な部分で言うと、ワイドフィットと呼ばれるようなものですね。ここにトレンドと書いてありますが、このサイズ感というのが今旬でどんな方が着ているかというと、10代から20代の世代ですね。この世代にとってはワイドフィットというのは割とですね、馴染みが深くて、むしろタイトスタイルよりもこちらを好んでいる人が多かったりします。それから年代を問わずに、ファッション、おしゃれ中級者から上級者の方は割とですね、トレンドによった着こなしというのをうまく取り入れるので、このワイドフィットというものをですね、結構着る方が多いんですね。一方でタイトシルエットというのは定番的な立ち位置になりまして、よく着てるのは僕らの世代ですね。僕らぐらいの世代だと、一番ファッションに興味があった20代の頃、もう徹底的にタイトというのがトレンド感があって旬だったので、これに慣れているんですね。ですので、僕ら大人世代には、ジャストサイズからタイトシルエットというところが、馴染みが深くて、なおかつ似合いやすいというのはあるのかなというふうに思っています。あとはですね、おしゃれ初心者の方であれば、やはりジャストサイズからタイトサイズぐらいが使い勝手がいいんじゃないかなと思ってますね。というのも、おしゃれに見えるかどうかというのは、結構世代によって変わってくるんですね。10代、20代の人たちがタイトシルエットのものを見るとなんかおじさん臭いなとか今っぽくないなと感じられたりする一方で、僕ら世代がすごくワイドフィットなものを着てるとだらしなく見えたりだとか、なんかしっくりこないという方も多かったりするので、年代によって見慣れてるスタイルだとかサイズ感が変わってくるので、正解の形も変わってくるんですね。では僕ら世代はどのあたりのサイズ感を意識すればいいかというところなんですが、個人的にはですね、一番時代に左右されずに使い勝手がいいかなと思うのはジャストサイズかなと思いますね。赤いペンでド定番と書いてありますが、ここに軸足を定めておけば、そんなに時代によってサイズ感古臭いだとか今っぽいというところが見えなくて済むかなと思うんですね。ですので、ベーシックな服を買って長く着たいのであれば、ジャストサイズを選ぶのがまず間違いがない選択かなというふうに思っています。そして40代以降ですね、大人の男性である程度スタイルをよく見せたいというコンセプトだったら、僕はですね、このタイトフィットが間違いがないのかなと思っています。
まあ、ジャストよりも少しタイトにすることでスタイルの良さというところは際立つので、40代以上でスタイルよく見せたいのであればタイトシルエットが間違いがないかなというふうに思っています。一方で30代40代の男性の中でも程よくトレンド感を交えていきたいという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身もですね、やっぱりファッション業界の人間ではあるので、トレンド感というものを楽しみたいというですね、思いがあるので、どのあたりを意識して僕はコーディネートしているかというと、割とですね、このジャストサイズとワイドサイズの中間ぐらいですね、ややゆったりめのサイズ感、これぐらいがですね、意外と多くの男性にも似合いやすいかなと思うんですね。まあ、先ほどスタイルをよく見せたいのであれば、タイトフィットに寄せた方がいいですよという話をしましたが、これはですね、普通体型から痩せ方の方に限定する部分があって、ちょっとぽっちゃりめの体型の方がタイトシルエットにしてしまうと、むしろ体のラインを拾ってしまって、あまりスタイルがよく見えないんですね。ですので、ある程度体型に自信がなかったら、むしろややゆったりめ、このあたりにですね、サイズ感を持ってきた方が、程よく体型を隠すこともできますし、あとはですね、トレンド感というところもほんのり漂うので、僕がですね、皆さんにお勧めしたいサイズ感としては、このあたりですね。ジャストとワイドの中間ぐらいなのかなというふうに思っています。そして僕のチャンネルの視聴者さんの中にはあまり多くないかなと思うんですが、より自分の個性を際立たせたいだとか、トレンド感というのを出しながら、人との違いを出したいという方は、やっぱりワイドフィットに振ってしまうのが、僕は正解なのかなというふうに思っています。まあ、このようにですね、人によってどのサイズが正解かというのは、結構大きく変わってくるんですね。ですので、ぜひ皆さんにも今回の動画を見ていただきながら、皆さんだったらどのサイズがいいなと思ったのか、このあたりをですね、コメント欄に書いていただきたいなと思ってるんですね。個人的にはジャストサイズからややゆったりめぐらいが使い勝手がいいかなと思うんですが、40代以降でスタイルをよく見せたいのであれば、少しタイトめにするのもいいかなというところ、このあたりをまずは覚えておいていただければなと思っています。続いてもう一点ですね、皆さんに理解していただきたい項目がありまして、アイテムによってタイト寄りがいいのかワイド寄りがいいのか、このあたりもですね、微妙に変わってくるので、ちょっとこのあたりも触れてみたいと思っています。例えば僕が今着ているようなジャケットですね、このサイズとしてはどれがおすすめなのかというと、僕はですね、ジャストサイズぐらいが間違いがないかなと思っています。これはなぜかというと、ジャケットというのはやはりビジネスカジュアルで着ることもありますし、カジュアルで着るシーンでも割と小綺麗に見せたい時に着るものなので、もちろんゆったりめのサイズのジャケットもあったりするんですけども、多くの男性にとってはジャストサイズからややタイトめぐらいの方がきちんと見えるので、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕が今着てるジャケットに関しては、ややゆったりめぐらいなんですね。おしゃれが好きで気軽にジャケットを着たいのであれば、ややゆったりがいいかなと思うんですが、多くの男性にとってジャケットはジャストサイズからややタイトぐらいが使い勝手がいいかなと思うんですね。一方で内側に着てるシャツなんですが、これもですね、僕が本を出版したタイミングだったら、結構ジャストサイズからタイトぐらいが良かったかなと思うんですが、最近はですね、やっぱりビッグシルエットの影響を受けていまして、ややゆったりめのものが増えてるんですね。で、シャツというのはですね、割ときれいめなアイテムなので、サイズ感を少し緩めにしてあげても、決してカジュアルすぎることがなかったりだとか、適度なですね、こなれ感が出たりするので、個人的にはシャツのサイズ感だと、ジャストサイズよりもややですね、ゆったりめ、これぐらいが使い勝手がいいかなと思います。そしてもう一つ、夏の主役になる T シャツなんですが、これもですね、以前であればタイトシルエットが正解、これで間違いがなかったんですが、今はですね、ちょっとタイトだと古臭く感じてしまうこともあったりしますし、体のラインがそのまま出てしまうので、これまたですね、ジャストサイズよりも少しゆったりめがいいかなと思うんですね。ユニクロ U のエアリズムの T シャツってあるじゃないですか。あれなんかも最初からちょっとゆったりめになってるんですけども、意外と大人の男性にも似合いやすいので、体型をあまり見せないような少しゆったりめのものがいいんじゃないのかなと思っています。あとはアウターですね。大きく分けるとコートとダウンという形で分類ができるかなと思うんですが、丈の長いですね、コートに関してもタイトシルエットのものをですね、僕は以前推奨していたんですが、今はですね、コートに関しても少し緩さを出した方がいいかなと思うんですね。超ワイドにするとなかなか難しいかなと思うので、ジャストサイズよりもややゆったりめぐらいが使い勝手がいいかなと思うんですね。例えばユニクロのチェスターコートを例に出しても、今から5年前のものと今出てるものを比べると、サイズ感がやっぱり変わってるんですね。
今の方が着丈がちょっと長いですし、サイズ感もゆったりめになっているので、定番的なアイテムであってもサイズ感ってやっぱり変わるものなんですね。ですので今ロング丈のコートを買うのであれば、ジャストサイズよりは少しだけでもゆったりめの方がいいかなと思います。チェスターコートにしてもそうですし、あとはステンカラーコートなんかは最初からボックス型で少し緩めのサイズ感になってるんですが、そういったややゆったりめの方がバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。一方でダウンはどうなのかというと、これはですね、定番的なジャストサイズからタイトめがやっぱりですね、スタイルがよく見えるんですね。そもそもダウンというのは着膨れして見えるアイテムなので、あまりスタイルがよく見えないというところを問題視されているところがあったので、割とですね、ジャストからタイトサイズが良いと呼ばれていたんですが、最近はですね、こちらのダウンというアイテムの中にもワイドシルエットのものが出てきていまして、それがですね、おしゃれ上級者の間ではトレンドだったりするんですが、ここは今の段階ではそこまで取り入れる必要はないかなと思ってまして、ジャストサイズからややタイトぐらいで選んだ方がスタイルもよく見えますし、第三者から見た時の印象はいいかなと思うので、ダウンに関してはあまり大きめを選ばない、このあたりがですね、注意すべき点なのかなと思っています。続いてボトムスですね。ボトムスに関してもですね、以前はタイと一本勝負で間違いがなかったんですね。それこそスキニーデニムみたいなものがもうもてはやされていた時期があるかなと思うんですが、それはそれで定番的で悪くはないかなと思うんですが、個人的にはですね、ボトムスのサイズ感っていうのはジャストサイズあたりがいいかなと思っています。僕は動画の中でよくお伝えするようなユニクロのスマートアンクルパンツだとか、グローバルワークのアーバンスラックスだとか、あのあたりのイージースラックスみたいなものっていうのはまさにジャストサイズっぽくなってるんですね。腿周りには適度にゆとりがあるんですが、膝下からはですね、テーパードがかかっていて細身に仕上がっているので、こういったものがスタイルがよく見えますし、そこまで時代感強くですね、出ないので個人的には使いやすいのかなと思っています。あのあたりはもう土定番のサイズ感と言っていいぐらいかなと思うんですけども、それだとちょっと満足できないな、トレンド感をより出したいなという時にはジャストサイズとワイドサイズの中間ぐらい、このあたりが使い勝手がいいかなと思ってまして、結構ですね、セレクトショップのオリジナルのボトムスって割とこのあたりを狙っていることが多いんですね。まあ、グリーンレーベルだとかエディフィスだとか、まあ、そういったお店なんかで買い物するときにもこのあたりのサイズ感のものも多かったりするので、僕なんかは割と愛用するのはまさに中間ぐらいですね。あとはおしゃれを楽しみたいというときにはワイドサイズに振ってしまうのもいいかなと思うんですが、これはなかなか難易度が高いかなと思います。まずは年代的になかなかですね、周りの人たちが理解してくれないのと、スタイルがあんまりよく見えないんですね。ワイドパンツが似合うのはですね、個人的には10代20代で身長がスライと高くて痩せ型の男性、そういった方がですね、ワイドパンツを履くとすごくバランスが良かったりするんですが、僕ら世代が履くとですね、どうしても作業着っぽく見えてしまうところがあるので、なかなか難しいかなと思うので、まあこれはあくまで中上級者向けかなというふうに思っています。まあこんな形でアイテムによってどのサイズ感を選ぶのが適正なのかというのも微妙に変わってくるんですね。ですので、これを理解しながら皆さんもサイズ選びというものをしてもらうとすごくいいかなと思っています。ちなみにですね、両極端ですね、すごいタイトなものだとかすごいワイドなものって僕はですね、基本的には使いづらいかなと思ってるんですけども、その一方でおしゃれ上級者というのはあえて極端なものをうまく使いこなすのが上手なんですね。ですので決してタイトすぎるものだとかワイドすぎるものが NG というわけではなくて、あくまで適正なんですね。自分がどんなファッションを楽しみたいのかによってどのようなサイズ感を選べばいいのかが違ってくるということ、そして皆さんにとってどこが一番しっくりくるのかというのをですね、この図を参考にしながらぜひですね、一度考えていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人のサイズ感について皆さんにですね、徹底的に解説をさせていただきました。意外とこういうことをしっかりとお伝えしているような動画って多くはないのかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもね、服選びにおいてサイズ感はすごく重要ですし、時代と密接に関係しているところなので、今回の動画を参考にしながらクローゼットの中身をですね、ぜひチェックしていただきたいなと思うんですね。このサイズ感はちょっと時代に合ってないなとか、古臭いなとか、今の自分に合ってないなとか、まあそういった部分を改めて見返してみると、断捨離も一気に進むかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思ってます。またこちらの動画を見ていただいた方にはですね、ご感想だとか、ご自身の感覚としてどのあたりのサイズ感がしっくりくるかなど、
ぜひご感想をですね、コメント欄までいただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、なるべく再現性の高いですね、コーディネートだとか、アイテムをですね、どんどん解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。